はい、ではアカウント登録やってみましょう。こちらですね、アカウントを持っている方はこのログイン、持ってない方はこちら、こちらを押して、アカウント登録していきましょう。サインアップ、必要なものはね、メールアドレスだけです。メールアドレスとパスワードがあれば大丈夫です。で、まあこちらでメールアドレス登録するわけですけども、まあ、できればですね、Gmail や Yahoo メールのようなフリーメールを作成して登録することをお勧めします。やはりね、海外のサイトなので、あんまりね、こう普段使うような、もう変えられないようなアドレスですとね、ちょっとやっぱセキュリティ的に怖いなというのがありますんで、そういうフリーメールアドレスを使うことをお勧めします。もし持ってない方はね、もうすぐに5分もあれば、あの Gmail なんか新しいアカウント作れますんで、作っていただいた方がよろしいかと思います。で、今後もね、僕のサイトで、僕のサイトじゃない、僕のチャンネルで、そこういったね、こうフリーの音源なんかをね、ダウンロードできるサイト紹介していきますんで、で、その際こうやってね、アカウント登録必要なサイト結構多いんですよ。だからそういう時のためにね、専用に一つメールアドレスを Gmail とかでね、作っていただけると、この先もいろいろ便利かな、で、便利で安全かなと思います。ではアカウント登録していきましょう。ここに、メールアドレスを入力します。メールアドレスで、こちらは、自分で作った名前ですね、ユーザーネームになってます。で、ここが、パスワードですね。で、入れていきましょう。はい、このようにこちらにメールアドレスで、こちら自分で決めたユーザーネームで、パスワード2回入れます。で、こちらはね、自分でウェブページとか持ってるとき、ウェブサイト持ってる方がね、 URL を入力するみたいですね。まあ、こちらは入れなくても大丈夫です。そしてこの下に書いてある利用規約をちゃんと守ってもらえますねって、そちらに、了承承諾して、ここにチェックを入れることによって、アカウント登録可能です。はい、これに同意しましたら登録をします。はい、アカウント登録が完了すると、このようにね、アイコンとユーザーネームがここに出てきます。これでもうアカウント登録と、あとログインが完了している状態ですね。そうしますと、先ほどの、サンプル音源や、フリーミュージック、あれを、あちらをね、ダウンロードすることが可能です。やってみましょう。まずサンプル音源からやってみましょうか。はい、先ほどね、視聴した時には、こちらの四角が隣なかったと思うんですよ。ログインして、アカウントを登録してログインすると、このように、こちらに四角が出ます。これでね、自分の欲しい、ダウンロードしたい曲を選ぶことができます。じゃ、とりあえずこれを選びましょう。ダウンロードしたい楽曲音源がありましたら、このチェックを入れます。はい、そうしますと、ここにね、ダウンロード1サンプルズ 2.5 メガバイトと出ますね。一応で、こちらがね、20メガ1回に入手できる、ダウンロードできる楽曲が多分容量的に20メガまでしかできないような感じですね。ですから、ここに横にね、この音源の、それぞれの音源の大きさ、ファイルの大きさが書いてありますんで、まあ、こちらでね、そのあまりに大きいファイルだと、まあ、1曲、このようにね、サンプル音源みたいに小さいものだと、まあ、1個でもね、1曲でも1メガぐらいしかないんで、まあ、数多くダウンロードできるという感じですかね。このようにね、自分の欲しいサンプル音源を探してチェックを入れていきます。そうすると、このチェックを入れた分だけ、このようにね、数が残りの使える容量ね、20メガに達するまでこうやって増えていきます。まあ、とりあえずね、まあ、これでやってみましょうか。とりあえず自分の欲しいサンプル音源を見つけてチェックを入れて、まあ、今のところこちらに6ダウンロード6サンプルスと出てますね。こちらをクリックします。そうしますと、ですね、バスケット、カゴにあなたの選んだ曲が入ってます、それを E メールに送りますみたいな感じの、こちら出てます。で、 E メールがちゃんと合ってる、これね、間違ってると届かないんで、いつまでたっても E メールが、アドレスが合ってることを確認して、 E メール Me My バスケットを、こちらをクリックします。そうしますと、2、3分かな、2、3分かかるんですけども、こちら、サンプルスワップの方から E メールが届きますので、それをちょっと待ちます。はい、このようにね、2分ぐらい、2、3分かな、待つと、メールが、 E メールがこちら届きますね。で、こちらをクリックして開けると、
このようにバーッと文章が出てます。まあこちら翻訳するとですね、Gmail だと翻訳できますんで、ここにリンクされてる ZIP ファイル、この ZIP ファイルの中に、あなたの選んだサウンドが入ってますよと、48時間以内に、ダウンロードしてくださいと、そうしないと消えますよって感じですね。で、こちらのリンクをクリックします。リンクをクリックするとこのようにね、任意の場所に保存できる窓が開きますので、まあ、自分の好きな分かりやすい場所に、この ZIP ファイルをダウンロードしてください。自分の選んだ場所を見てみますと、このようにね、先ほどの URL にあった ZIP ファイル、書庫がね、アーカイブがダウンロードされてます。で、こちらを回答します。回答してフォルダの中を見ると、一応ジャンルで分けられてるのかな、選んだジャンルでいろいろ分けられてるみたいですね。で、フォルダの中を見ると先ほど選択したファイルが、WAV でね、ダウンロードできてますね。こんなのダウンロード、こんなの選んだかな。ああ、選んだ気がしますね。あ、でも音質いいですね。ああ、いいですね、音質。はい、はい、このように。ダウンロードしてこちらまあ自由にねまたレコードボックスの中に組み込んでサンプル音源として使用することができます。はい、サンプルライブラリーサンプル音源の方のダウンロードを今やってみましたけどもこちらやってみましょうか。ロイヤリティフリーミュージック楽曲音楽の方をやってみましょうか。こちらはね商用利用翻訳しますとですね商用利用が許可されている楽曲のみを含める商用利用したい方はこちらにチェックを入れる中にはその商用利用を認めてないものもあるってことですね。あとリミックス可能その曲を自分好みにこのリミックスしたい方だから中にはそのリミックスその曲を改変することを禁止している曲もあるってことですね。そういうことをしたい方はここにチェックを入れて検索するとよろしいんではないでしょうか。で曲を探してみましょう。いやーでもこの、まあ、サンプルはともかくとしてこっちはミュージックの方は質が高いですね。音がいいですね。はい、ではこちらの曲こちらはねサンプルではなくてミュージックの方はバスケット方式ではないですね。欲しい楽曲音源があったらこちらダウンロード MP3 こちらをクリックします。はい、このように画面になりましたね。でこちらでもまたこうやって曲を聴くことができるんですね。でこちら下にダウンロードリンクこちらは 160kbps ビットレートが選べるようになってますね。 160kb と 320kb まあいいよファイルの大きさ的にもそんな変わんないと思うんでもう迷わずこちら高音質の 320kb ですね。でクリックしますとまた、任意のフォルダーにダウンロードできるようにこのように窓が開きますのでこちらに保存をします。はい、このようにね先ほど選択したフォルダを見ますとこのように MP3 がダウンロード完了しています。サンプルの時のようにね、メールを受け取ってダウンロードリンクを使ってダウンロードするというやり方をしなくていいんですね。楽曲の場合は直接この MP3 をダウンロードすることができます。でこちらを再生してみますとああ音質いいですね。このようにダウンロードすることが可能です。曲だけでもサンプルですとこちら 9.4GB 何でしょう容量で出てますね。このミュージックですと2042ソングスが用意されてるってことですね。こちらに全部こちらの、サンプルスワップに保存されている音源を全部で1万9000の音があるこれを全部ダウンロードしたい方は49ドル払えばダウンロード可能ですよみたいなこと書いてありますね。5000円ぐらい払うと 9.4 ギガダウンロードダウンロードあーでもサンプルだけってことですかね。このロイヤリティフリーミュージックは別としてこの 9.4 ギガのサンプルライブラリーこのサンプルライブラリーの中身が49ドルで一括ダウンロードできるあでもってことなんですかね。ちょっとよくわかんないですね。まあ興味がある方は49ドル払ってやってみてください。はい、というわけで
本日はこちら、無料でねフリーで、サンプルや、ループ音源を、入手できる、またねロイヤリティフリーミュージック、著作権フリーな楽曲をね、入手することができるサイトサンプルスワップを紹介させていただきました。どうでしょう、いかがでしょうかね。まあ前編ねこの英語なんでちょっとね一見とっつきにくそうなんですけども、そんな難しい英語じゃないと思うんですよね、検索するのに。まあどっかで見たね、このサンプルって文字だってミュージックって文字だって、別にこの辺もね別にそんな文章じゃないんでね、単語なんでそんなにね、エレクトロとかハードコア、ヒップホップとハウス、分かりやすいもの多いと思うんですよね、普段目にしてるもので。何よりもね楽曲なんで別にもうこの題名、曲の題名とか分からなくても耳で聞いて、あこれがいいなと思うものをダウンロードして、使用すればいいんで、一回ねアカウント登録してしまえばそんなに難しいことはないと思います。で何よりもですね、このサンプルとかループ音源っていうのは結構いろんなところで探すことできるんですけども、この著作権フリーの楽曲、特にねここのサイトはこのこう楽曲のクオリティがすごい高いので、やはりこちらはすごい僕としてもおすすめですね。こう一通りちょっとやっぱりこう聞いてみたいですね、一曲一曲をね。音質もいいですね、320kbps でダウンロードできますので、音質もね CD 並みの音質で聞けるのですごい良いですね。でまあね、こちら一曲一曲こうやってアーティストの方がねこう曲を作ってこちら提供してる方がいるんですよね。だからもしね自分でそのいろいろ DTM でしたっけ、そちらで曲なんかねもし自分で趣味で作ってる方なんかいたらね、こういうとこに逆にこのダウンロードだけじゃなくてね自分でアップロードしてこう全世界の人に聞いてもらうっていうのもいいかもしれないですね。というわけで本日はここまでです。またねこのような、いろいろね便利な素晴らしいサイトがあったら紹介していきたいと思いますので、その時はまたよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバイ。